どうだ、記憶の幻影との出会いを楽しめたか。みんなに会えたのは嬉しいさ。で、そっちは俺をどうしたいんだ。これから試す。よう。何の用だ。独り占めはないだろ。興味があるならお前が試せ。気が利くね。というわけだ、キーブレードの勇者。俺は？そう、アクセルだ。記憶したか？ああ。いいね、覚えが早くって。さて、ソラ、せっかく記憶したんだから。そう簡単にやられるなよ。それってカード？トラバースターンを生み出したカードと同じ種類のものらしいね。こいつを使って進めってことか。正解だ。あ、知らず。名乗った直後にやられちまうほど俺は間抜けじゃないってことさ。試したってことか。そいつも正解。合格だよ、ソラ。お前には力がある。この忘却の城を歩む力がな。心に焼き付いた思い出と忘れかけた大切な記憶に導かれて、大切な存在と巡り、王様やリクに会えるの？自分にとって一番大切な相手は誰なのか、もう一度よく考えてみるんだな。本当に大切な思いほど心の奥にしまい込まれて思い出せなくなる。そういう思い出がお前にもあるはずだ、ソラ。俺にも？お前は闇の中の光を見失い、見失ったことさえ忘れてる。闇の中の光。教えてやってもいいんだぜ。そら、どうするの？
そういうのは自分で確かめる。邪魔するなら。いや、邪魔はさせないぞ。いい答えだ。それでこそキーブレードの勇者ってなもんだ。でも警告はしておく。眠っていた記憶が目覚めるとき、お前はお前じゃなくなるかもな。